どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、やっていきましょう。テイルズ・オブ・エクシリア、フォーブを倒した後、早速、次へ向かいましょうというところでやっていきたいと思います。ハイザバードの、翔也、セーブ、そろそろつくんじゃねえかな。うん。うわぁ、もうほら、うわぁ、死体だよね、これ。うわぁ。うわぁ、マジか、これやばいって。こんなに人いんのかい。ちょっと勘弁してよって感じだけども。あ、あった。あれだ、あれ。でかいな、こうやって見ると。クルスニクの槍。うん。あ、ガイアス。ガイアス。もうここまで来てたんかい。ウィンガルたちは敗れたか。すみません、勝っちゃいましたっていう。戦場に赴いていましたか。無論。うん。これは俺の道だからな。まあまあ、道といえばそうだけど、でも、怖そうよ。あんなない方がいいって、兵器なんて。さあ、精霊の主対、アジュール王、ガイアスですね。この二人の。答えろ、ガイアス。なぜクルスニクの槍を手に入れようとする？すべての民を守るためだ。力はすべて、俺に集約させ管理する。それはただの独占に過ぎない。結果お前も、守るべき民も、槍の力が災いし、身を滅ぼすだろう。俺は滅びぬ。弱き者を導く。まあ確かに王としては考え方は間違ってないと思うんだけど、何かちょっと重要な事実から目を背けている。何？お前がいくら力あるものであっても、いつかは必ず死ぬ。その後はどうなる？あ、そっか。人の系譜の中でお前のようなものがもう一度現れるのだろうか。なるほど。残された者たちは過ぎたる力を持て余し、自らの身を滅ぼす選択をする。なるほど。それが人だ。歴史がそれを証明している。ガイアスがいかに優秀でも、その後を継ぐ者がいなければってことか。その歴史に新たな道を知れそう。ガイアス。ああ。やはりお前も人間だな。みんなそう言って言ってきたと。人間だからこそ俺には、リーゼマクシア平定という野望がある。お前は。まあ平和であることが一番だけども。と捉えるのだろうがな。最後だ、ガイアス。ああ。槍は渡さない。そこはもう揺るがないってね。縦長。縦じゃない、太刀だ。あなたならもしかしたらって思った。でも王としてのクルスニクの槍だけは絶対壊さなきゃダメだと思う。その通り。ええ、クルスニクの槍は悲しみを生み出すものです。うん、もうやめたれ、やめよう。ね。悲しいのは終わらせないといけないんだから。そうだ。そうです。うん。ミラはいつも正しいんです。そうだ。うん、僕たちはそうだしか言ってない、さっきからずっと。あ、そういうことらしいぜ。悪いけどもう君のもうそのね、リーゼマクシア平定はこの子で終わりだよ。かといっても王が二人やられちゃったらとどうすんだよって感じだけど、やっつけちゃおう。頑張れ。まあ早速回復に努める。まあそんな、うわー、防御勝てー。あんまりこう刺さず、やばい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 、やめろ。そいつに手を出すな。危ない。いいぞいいぞ。よしよしよし、ちょっとずつだけどダメージ当たってきた。あおばっ、回復回復。うん、痛い。よっしゃ、いけ、エイオドール回復。いいぞ、ちょっと変えよう、キャラクター。あー危ない、頑張れ。少しでも痛いな。結構ダメージでかいぞこれ。おお、水月裂破、当たんなかった。あー痛い、やばいやばいやばい、これ危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。中高、よっしゃ、もう一回中高やっとこうか。ナイス。いやー、うわっしゃい、マジンレンガさん。ちょっと変えようか。どうしよう。はい、よいしょ。はい、交代だ。ここはやっぱり最後はね、しっかりと二人でやっていこうじゃないの。止まってくる、これ倒せちゃうんじゃないか、このまま。あー痛い痛い、地味に。中高で回復だぜ。危ない、避けろ避けろ。くっ、これ危ない、当たるな。よいしょ。あー、よく回避俺。あーいや、熱いよ。やばいやばい、死ぬ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 、やられるやられる。中高、よし、危ない。いやー、まずいまずい。
適度に中古をやっておくっていうね。いけ魔人レンガさん、よっしゃい、最後はこれでやっつけ。わーお、経験値がえらいことに。やったね、すげえ、全員レベルアップしたよ。ああそう、それがやっぱ強いんだね王は。よし倒した、うわあ王の力絶対じゃねえかガイアス。さすがと言っておこう。あざっす、これで最後とか言うな。おいなんだ、おいまた強くなってんぞこいつ。うわもうマナどうなってんだよ。え、何が、あ、え、何剣、誰、あそこまでだ、イバル、な、どうしたイバル、なぜここに。皆様、ああ本来のお力を取り戻し、そのものを打ち倒してください。え、どういうこと、どういうこと、貴様その鍵でどうすんのやれやれああ、どうだ偽物、お前との違いを見せつけてやる、うん、どうすんのちょっと、お前気をつけろそれ、お前解放すんだよな、こう使うなよ、撃つなよ、大丈夫か、大丈夫か、怖い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 、撃つんじゃないかそれ、待て待て待て、発砲はするな、解放だよ解放、うん、この俺が本物の巫女だ、待て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 、何してんだ何してんだ、本当大丈夫、大丈夫だよね、射撃じゃねえよなそれ、解放モードだよね、射撃モードじゃねえよな、それがすごい怖いんだけど。うおあれ、おいまだ吸われてるあの状況やべえんじゃねえか、ちょっと待て、おいおいおい、これおかしくない、やばい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 、これちょっと良くない、おいイバル何してんの、ほら言わんこっちゃない、やめろー、あーうわ、消えた、おお、え何が起きたの、え、あどうしたの今、え、時間が止まったように。なんだ？うわ、なんかえらいことになってるのはわかる。息止まっちゃって、今俺一瞬。イバル、何してんの？え、解放された、大丈夫？そんな、え？破られてしまった。何が？いうことだったのか、何が、槍は兵器などではなかった、え違う、兵器じゃねえの、おおおいおい、なんだなんだなんだ、おいなんだよ、ちょ急に上から空から、おおなんか何あれ、え戦団、誰だあれ、なんかうわー違う、戦団じゃねえ、なんかお一つになって、怖い怖い、なんだあいつ、ちょっとちょっと明らかになんか第三勢力現れたぞ、なになになに、もうなんだよ、これ以上にもうごっちゃんごっちゃんにすんじゃないよ、槍が兵器じゃなかったんだよ、何なの、ああ怖いよ、うわー今までにないやつだよこれ、何ん、あいつ誰、あこいつあれ名前忘れたけど、なんかうん、ジランド、そうジランドだ、なんか違くね雰囲気、うおー氷、え氷ってまさか、え
ミルをやったのは貴様らか。そう、俺の精霊このセルシウスがな。セルシウス、氷の精霊ってこと？わあ、可愛いけど、精霊主でも知らないの？お、危ない危ない、一斉者出てる、一斉者、あーあーじゃなくて、本当にこれはやばいって。え、なんか降りてきたー。え、人？もう全く分かんない。何何何、誰？ジランドさんですね。歩くのは？あれが例の女だ。マジか。ここで来んのか、歩くのは。マジかよ。その女は殺すなよ、台無しになる。何が？おい、やばいやつしかいないじゃないの。うわぁ、ちょっといい武器、羨ましい。いや、そうじゃなくて、うわぁ、危ない危ない、それ、うおぉ、衝撃かい。何してんの。おい、何してんだ。うん、聞いてなかったか。うん、勝手なことはさせねえぞ。どうもなんかやっぱ裏で繋がってそう。え、何があったの。あ、エリー、そのガキも連れて行け。ブースターの適合号令だ。わあ、おい、エリーザから離れろ。お、な、何してんの、ガイアス。寝ていろ、事態が複雑になる。え、もしかして共闘してくれんの。お前たちとの決着は後だ。お、奴らの狙いはマクセルのようだ。お、すげえ、やっ、戦ってくれんの。何をしている、引けと言ったぞ。でも、エリーザを助けないと。一旦戻って、形勢を立て直すってこと。ミラーをお願い、二人とも先に。お、どうする。うわ、すげえ、この人数を、ガイアス。あ、フォーズ、フォーズじゃねえ、フォーグだ、フォーグ。うわ、すげえ。うん、で、でかい、すごい。あ、投げちゃうんだ、思いっきり。この威圧感はなんか明らかにこれ四天王レベルじゃないよこれ。目を開けろ。すげえ、助けに来てくれたんだ。うわー、胸熱。いや、目は別になんかこう怖い人には思えないんだよな。怪しいと思ってたけど、悪い人ではないのかもね、もしかしたら。私は謝らなければならないことがある。ああ、何。おっ、すごい、頭持っちゃってて、あー、おっきいおじさん。お前の殺された両親だが、ああ、殺した野党ってのは、ああ、わしだ。もしかしてやけど、だからその罪滅ぼしで面倒見てたってこと。マジか。うわ、それは罪悪感しかないけど、なんかすごい必殺技出しそう。何する気。おお、すげえ、モンハンの鬼人斬りみたいだね、まるで。鬼人斬りって言っちゃうとあれしょ、結構連発してるからあんま偉そうなこと言えないんだけど。これ以上お前を見守ることはできないだろう。ああ、だから生きてくれ。おっきいおじさん。エリーゼのこと頼んだぞ。なるほど、ずっと思ってたんだ。で、竜が如くでいう、あの、風間のおやすさんみたいな感じなんだね。
あーなるほど、どうすんのよこれさ、もう何を、うわーいい笑顔、いい笑顔ってか、これは悪い人じゃなかったんだ。うわーもうみんな疲れちゃって、まあ余裕だね。おお、後ろ危ない、よく避けた、危ない、おお、やるね。ん？何をする気？長年世話になった。言わなくてもわかるの？頼みます。おい、まさか一人で最後、お、もう。マジか。まるで弁慶の立ち往生のような。最後のあがきじゃ、危ないって。うわもう一斉射とか、おう、どうすんの、ちょっとマジか。おいおいおい、なんとか、悪い人じゃないのは分かったから。あれ、ゲート全開、すげえ、おっきいおじさん。すげえ、一網打尽とはこのことだね。でもあの、あれまだいるんでしょ、あん中にたくさん。おお、いや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 、おお、今の爆発、おい、マジか、こっちも狙ってんのかよ。どうすんの、こんな状況で。結構チリチリになっちゃったんじゃない、もしかしたら。だけど、おい、なんだよ急に第三勢力。もうだからお互いにボロボロだよね。あ、あれ、二人まだ元気だね。俺大丈夫、こんな二人に目つけられて。え？すいません。あの、拝んでくれたけど。え、死んじゃったの？俺マジで。やめろって、やめろって。気を失っていると分かってやるなんて。気失ってんのかい。そういうのは、反応があるから楽しいんじゃない。ああ、そういうことすんな。アグリア。はい。やっぱりこう王様の前ではこうやってね、静かに静かに、とか慎まやかにやってるわけだね。どっか、どこを連れてっておかないと、どっかに安全なところ、だからカラハシャールとかそういうとこ行ってもらえれば。いえ、一人のようです。あれ、もうここまで来たようですね。どうすんの。面倒だ、身を隠せ。マクスウェルを見たか。俺はただの女にしか見えなかったな。あんな女がシェルを作り出したとは信じられんよ、うん、あ、どうも。シェル、何シェルって。おお、出て、え、今だ、逃げたのか。あ、倒しちゃった。シェルってなんだよ。俺俺。ああ、俺を取りにしやがったな。ん？あ、おはよう。おはようじゃなくて。近づくな。巻き込まれるぞ。何に？え？巻き込まれるって何よ？おお！
必ず俺の前に現れよう。その時俺の役に立ってもらうだけだ。いや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 、助けてよ。どうすんのさ、俺落ちちゃったよ、俺。血の底まで。おい、流れてねえか、俺流れてるじゃん、あれ。ちょっと待て待て。おい、状況最悪だぞ。セーブしますか。はい、というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。ワボール。ボール先行。おっ！やったー！よっしゃー！来たー！やった！優勝決定！さよならホームラン！やったー！